どうも皆さんこんにちはこれから不動産鑑定士試験2021年分野別過去問解析プラスアルファトレーン会計学の第8回目、えー、最終回ですね最終回になります、えー、講義の方をスタートしていきたいと思います担当はレクセニ講師の高坂です で、はい、ではですね今日は8回目ということで,で今日最終回なんですが、えー、早速問題の一番目なんですが、えー、これはまあ今年という言い方しますが2020年ですか、ね、今年の問題を掲載しました。で、えーまあ、当然なんですがまさかあの今年の問題2020年と、えー、それから皆さんの受験予定2021年が同じ問題ということはまあそれはありえない話なので、えー、こ,こちらの問題1に関して言うと、えっと、一応。 えーまあ、通常おそらく本試験2020年受けた方が多いんだろうとは思っておりますけれども、まあ、あの見たことがないという方もまあひょっとしたらいらっしゃるのかなと思って、まあ、一応過去問は1台載せておきましたでこういう問題が出ましたよということ、ね、ですねで一見確かに問題文自体は長い問題文は長いんですが問題文は長くても実は解答例が逆に言うと短いという感じなんですよね。で問題文 「あ長い,長いですけどねうえお」とかでまあ書きですけどね。で「えー、空欄補充」。 になってますで、えー、もう一台の方もそうなんですがもう一台はリース会計ということで,であのリース会計に関して言うとこれはさすがにもうしばらく出ないと思いますのでねもうちょっと意識から外してもらって多分問題ないと思いますねですから、えー、まあ原価償却の方もそうですけどね、まあ、あまりやる必要はないんですがただ一応、えーまあ、今年っていう言い方しますが2020年今年大体いいどんな問題が出たのかということでで,、えー、ですからこれは、えー、さすがにあんま解説してもちょっと、まあ、意味がないというとちょっと 言い過ぎかもしれませんがえ、まあ、いらないかなと思って <laughs> で原価焼却はさすがに皆さん普段会計を勉強していれば原価焼却のことは知ってるかなと思います <laughs> ただえ一部ですね原毛焼却なんていうのはもう聞かれていたりするんですけどねただ、まあ、原価焼却については大丈夫かなと思います、まあ、原毛焼却ですね原毛焼却も含めてまあ大体大丈夫かなと思いますあとはまあク、えーラの中にこう生産高比例法みたいなものですね、まあ、そんなものも <laughs> まあ一部入ってきたりはするんですが まあこの辺はえ回答例ですね、回答例を参考にして、まあ別にもちろん覚えですよないですね覚え、覚えてくださいということではなくて、えー、参考として見ていただければと思います。ただ、最後、過去の3番ですね、計算問題が入っていて、えー、まあどれくらいの配点になるかというのはちょっとわからないですけどね、えー <coughs> まあ、えーえーまあ計算問題については、あ後でちょっと説明したいと思います。ただ あのまだこれについては実は今これ収録をしているんですけれどもこの現,現段階で収録している段階においては2020年、まあ、今年っていう言い方しますけれどもね今年の合格発表がまだまだなんですね。ですから、えー、そのの今年の合格者と直接こう まだ会話をしておりませんのでね、まあ、どれくらいできたかどうかというのはまだ全然わからない状況なんですがただこれは私の流れの <laughs> 経験に基づく直感で言わせてもらえればの3番の,その200定そでですねこれについてはほぼ全員誰もできなかったと思いますたまに、まあ、本当にごくまれに募金をやってる人はですねまあできるうちはできるんでしょうけどねいやまあこれできない。で えーまあ、別にこの「括弧3番の200%定率法」という内容についてはできなくてもおそらく合格してるはずです。ですからちょっとこの辺は後で、えー、合格者、まあ、合格発表があったらですねちょっと直接聞いてみたいなとは思ってはいるんですけどねまだ現状では実は2020年の合格発表がまだなもんですからね合格者との直接の会話っていうのはないわけなんですが、まあ、多分できてないだろうなと思います。でこれはもう仕方なないいいででですすね別にできる必要ないと思いますで まあ要するに「括弧1の空欄補充」それから「括弧」の2番「減価償却」の自己金融効果でこの辺も,もうほとんどコメントいらないかなと思います自己金融効果ということで減価償却ですね。で減価償却の自己金融効果ということで要するに減価償却費という費用なんですがこれは一般的な費用と違って「非現金支出費用」であると要するに現金は払わない。 現金を誰かにこう払うわけではないんですね。現金は払わないんだけど費用になるというまあちょっと変わってるんですねそういう意味で言うと。でそれがいわゆる非現金支出費用であると。でそういったところから結局減価償却費を計上すれば費用として計上していくとその分だけ会社の中にお金がこう貯まるような形になるんですね。だ、ま、か、あ、これがいわゆる自己金融と言われてますんでね。 ここの,の内容を書けばいいというととうろですねただ、えー、繰り返しになっちゃいますがこのテーマ自体がま,まさか2年続けて出るということではないので、まあ、あのここは参考としてこういう問題が出るんだ。であの フォーマットっていうか、まあ、形式というかですね大体これはおそらく2021年も同じようなな形式になるかと思いますつまりブワーッと空欄補充があるわけですね空欄補充があったり、まあ、中にはこう計算ですね、まあ、できなくても構わないですが計算問題があったりという形で、えーまあ、そんな形でおそらく2021年も試験が行われるということが予想されますんでね、まあ、一つ参考としてこういう問題だということでお考えください。はい で、えー、今日最後、ね、このプラスアルファトーレンでねで、えー、プラスアルファトーレン、まあ、今日が最後になるんですがで今日はテーマとしては、まあ、次の問題2番もそうなんですが、えー、問題2に関しても含めて有形固定差の取得原価ですねちょっとこれを皆さんに最後にお話をしたいなと思っています。で、えー、実ははこののの有形固定者の取得減価についてて、えー、現行の試験員が初めて の年ですね初年,初年度なんですが初年度に実は出てます有形固定資産の取得原価じゃあ先生うん出ないんじゃないって言われちゃうかもしれませんがただその時に出てたのはいわゆる交換なんですね交換におけるっていうことで例えば固定資産と固定資産ですね固定資産と固定資産をこう交換すると交換した時に取得原価をどうするのかみたいな話だったんですね ですから、さすがにですね、それはもうない、ないなとは思ってます。ですから、同じ先生から同じテーマは出ないと、と私は思ってます。過去の傾向から言うとそういうことなんですね。ですから、え、現行の試験委員は、固定資産と固定資産を交換する。交換した時の取得原価なんていうのは、出してますからね。そこは飛ばしていいと思うんですが、え、どうしても私気になっているのは、えっとですね、まあ、この後やりますが、自家建設なんですね。 これはどうしてても私気になってます正直言うとですね、まあ、皆さんに、ね、正直にしか言ってないんですが自家建設、ね、自家建設の時の取得原価の取扱いというものに関して言うとこれはしっかりやっといた方がいいだろうと思います。はい、ということで、まあ、取得原価有形固定差の取得原価ということに関して言うと一応現行の試験初年度には出してますけれども。 自家建設とかそういったところは出してませんのでですからちょっとその辺りを中心に今回の問題を使ってですね論点を整理していただきたいなと思いまして出したんですけどねですからあのさっきちょっとお話をしましたが今年の試験問題でね今年の試験問題は別にあまりやる必要はないです有形固定資産の原価償却ですね。 これはさすすがに出なないいかなと思いますねただ減価償却はま,あまともには出てこないと思うんですが間接的にというかまあちょっとこう絡めるぐらいだったら減価償却も出るかもしれませんけどねでもまあ普通は減価償却は出ないと思います。はい、で、えー、ちょっと今回の内容なんですがレジュメの方ですね解説レジュメの方で、まあ、有形固定資産の取得原価ということですねまずいくつかのまあパターンで、ね、書いておきたいんですが。 ですね、まず購入による場合、まあ、これが一番一般的なんだろうとは思うんですが、まあ、買ってきた場合ですね有形固定資産。で有形固定資産を買ってきた場合ということで有形固定産、まあ、固定産を購入によって取得した場合には購入代金に買い入れ手数料運送費とか、まあ、こういういろんなですね 諸々の付随表でこの辺はもし書きなさいって言われたら例えばこういういくつか具体例があるんですがこれは1つ2つ抜けても問題ないと思いますさすがにこの辺括弧で空欄にしたらそれはちょっと意地悪だなという感じがするので、えー、例えば「買い入れ手数料」ですねとか「運送費」とか「利益費」とかもいろいろありますけどね「取り付け費」とか「試運転ね」ね、まあ、この辺は全部覚えなくてもいいのかなと思いますけどね、えー、等の 蔵、まあ、に,にするんだったらこっちかなと思うんですけど付随費用ということでで付随費用を加えて加えて付随費用を加えて取得原価とする。で,すかで重要性が乏しい付随費用は取得原価に含めないことができますよということなんですね。 で購入に際して値引きとか割り戻しを受けた時にはこれを購入代金から控除する控除してもいいじゃないですよ控除するんですからね控除,して控除することができるじゃなくて控除するんですからですから取得原価っていうのは購入代金の付随費用、まあ、基本的にはこの2つを足してあげるというとね購入代金に、まあ、付随費用ですね付随費用を合計するんですが値引きとか割り戻しを受けた時はこの購入代金から引いてくださいと、まあ、いうことなんですね。 例えば固、固定資産固定資産を買ってきた固定資産を買ってきた時に値引きを受けたというすね。ちょっとモニター切り替えちゃいますが。 例えば会社会社として車っていう車自動車ですね車を購入したこれも固定資産になりますで車を買った時に値引きがあるっていうケースがあるんですねですから例えば本来ですね1200万の車両車両価格みたいな例えば1200万の価格が100万円安くなって1100万円になりましたみたいなそういう有形の固定資産ですね 有形の固定資産を、まあ、購入ですね購入によって取得した場合ということでその時にもしえ購入代、えー、値引きですね値引きなんかを受けた場合には、えー、購入代金から引いてくださいということなんですね。で割り戻しということで、まあ、これはリベートということなんですが割り戻しですね。で割り戻しっていうのは通常は、えー、大量に買うということですね大量に買ったりということで。 まあま,とまあ、まとめ買いいみたいなで例えば割り戻しということでまとめてたくさん買ったケースということで例えばですねちょっとまたモニター切り替えちゃいますが例えば会社として複合機、まあ、コピー機みたいな感じですね複合機というものをまとめて10台購入するみたいな形と例えば1台が500円。 うん万すると1台が例えば580万の複合機これをまとめて、えー、10台購入したそうすると1台あたり例えば50万ずつ安くするとか、まあ、例えばそんな形でそのまとめて購入大量に購入したときにその一つ一つの単価を安くしてくれるというケースがあったりしますそれがいわゆる割戻しって、まあ、いわゆるリベートっていうんですねリベートリベートというんですが割戻しということですねで、はい、改めて 購入に際して値引きを受けたケースだとか割り戻しリベートを受けた時は購入代金から引くんですよ付随費用じゃないですか購入代金から引くんですけどね。で付随費用っていうのは先ほど上に言った、えー、例えばこの返礼手数料ですねそれから運送費だとか利益だとか取り付け費とか試運転費ね等の付随費用があった時はこれはですね ここに入れてくださいと不在費用として取得原価の中に入れるただし重要性が乏しかったらこれは入れなくていいと言ってるわけですね重要性が乏しいと例えば運送費ですね 運送費が安いということで運送費が非常に何百何十円なんてなるかもしれませんその、ね、ですから運送費みたいなことで例えば金額の最後のところが何百何十円みたいなそ,その金額の最後のところがそんなこう細かい金額になっちゃうような場合にはこれも重要性が乏しいということで、まあ、取得原価の中に入れなくてもいいですよと言ったわけですね。でこれが買ってきた場合です購入した場合ですね。で 現物出資ということでこれちょっと変わったやり方なんですが、現物出資の場合には出資者に対して交付された株式の発行価格です。で、この括弧の中は私の方が仮定につけちゃったんですが、通常規定で言うと現物出資の場合には出資者に対して交付された株式の発行価格って考えるんですね。だからこの辺はちょっと空欄に空欄としてこう設定されるまあ可能性はあるのかなと思います。まあ株式の発行価格ですね。 でただこの、えー、出資者に対して交付された株式の発行価格なんですがこれは通常は現物出資者財産の評価額になっていてでこの評価額っていうのはさらに言うと時価等を基準にした公正な評価額を意味するということなんですね。つまりその株主ですねに対して10億円分の株を発行したということでごめんなさい矢印逆の方がいいですけどねこっちの方がいいですけどね。 例えば当社があって株主に対して10億円分の株式を発行したこれが株の発行価格になります10億円ですね。でごめんなさいこれも矢印逆の方がいいですけどね。でその対価として株主から土地でこれが現物なんですねこの土地です。で問題はこの土地をどうやって金額として評価するかってことなんです取得原価として。それ株,ですね、株を相手株主に渡したと。 で、その対価として土地をもらってるんですね。本来これは原則か金銭でないと言えないんですが、金銭ではなくて、えー、株ですね。あえー、土地ですね。現物。で、この土地の値段はどうやって決めるのか。要するに株を相手に渡し、その対価として土地をもらってる。これが現物収支なんですね。あとこの土地の値段ってどうやって決めるのかといったら、株主に対して10億円の株を発行している。この株式の 発行価格になるわけです出資者って株主です株主に対して交付された株式の発行価格 10億でこの10億円というのはそもそもどうやって決めてるのかというとこの土地を株主からこう投資家ですね投資家の人たちからこの土地をまあ譲り受けることになるわけですがこれを例えば鑑定士の先生に依頼をしたところ時価、ね、等をまあ基準にして公正に評価をしていただいたと鑑定士の先生たちに依頼をして時価ですね時価等を基準にして公正に評価してもらったところが10億円ですよという答えが返ってきた鑑定,鑑定評価ですね鑑定評価の結果として例えば 土地ですね土地に関して言うと10億円ですよという答えが返ってきたんであればまあ、これが土地の公正の評価額だということになりますのでこの10億円分の株を発行するということになるわけですねですから現物出資財産ということで今回土地なんですねの評価額になります土地の評価額つまりそれは時価等を基準にして公正に評価した金額ということになるんですねこれがこの土地の取得原価になるということになります はいでえー、あとはですね次でこれが贈与ということで贈与っていうのは贈与っていうのはこれも広い意味で言うと交換の一種だって言われるんですね。ただだだ交交換は交換ははなななんんけど不とととといいいううここででですねつまりどういうことかというと贈与贈与というのは、まあ、広い意味で言うと交換なんですね。交換なんですけれども不等価の交換になっていて等価ではないということなんですね。 つまり例えば当社と相手方がいたとして贈与っていうのはこの矢印がちょっと上に戻ってますが通常矢印ってこうギ,ギブアンドテイクみたいな形なんですね両方向くんですが一本しかないんですよ贈与っていうのは。だから不当家だって言われてるんですね。不当家の交換ですよということでこれは書かなくて結構です。えー 等価ではないということで不等価の交換だって言われてるんですね贈与っていうのはまあ、ただ広い意味で言うと交換は交換なんです交換は交換なんですね贈与っていうのはで贈与で固定資産を譲り受けた場合には直に代表されるような公正な評価額を持って取得原価とするということで、えー、例えばある誰誰か相手がいたとして例えばですねど,どっかのどこでもいいんですがどっかの土地を贈与として土地を受け入れたんだとこの当社が。そうするとこの土地ですね この土地の取得減価っていくらになるかというとこれ鑑定士の先生に依頼をしたところえ答えとしては1億円ですよというふうに答えが書いてきたんであればこれもう取得減価1億円だと。これは価に代表されるよううなな公正な評価額という、ね、でこの辺は皆さんの方が詳しいはずなんですけれども時価とは言ってないんです。時価に代表されるような公正な評価額ですよ。だから最終的には 公正な評価額というのが答えなんですね。ですか。この贈与贈与の場合、贈与という形で小固さんをまあいただいたまあ、贈与でいただいた場合には取得減価というのは公正な評価額なんです。ただ、この公正な評価額っていうのは直に代表されてますよ。直に代表されるようなまあ、そういう公正な評価額だっていうことね。 はいで、えー、ちょっと次のページですね。で私はどうしてもこれが気になって仕方がないんですが、えーまあ、なんとか、まあ、来年ですね2021年まで出てくれないのかなと思ってはいるんですが自家建設ですね自家建設で自家建設の場合の、えー、取得原価ということなんですが。 でまず制度規定を確認していきたいんですが自分で建物とか機械設備でもいいです自分で作っちゃったというケースです自家建設なんですがえ固定資産を自家建設した場合には自分で建物を作っちゃった自分で機械設備を作っちゃった自家建設した場合は適正な原価計算基準に従って製造原価を計算してくださいと。 で日本は原価計算基準という基準があるんですけどね、まあ、適正な原価計算基準に従ってこれえオフィシャルな基基基準準準とといいううのががあありますす原価計算基準という基準があるんですね、まあ、オフィシャルなものでも存在しているんですがその適正な原価計算基準という基準に従って製造原価、まあ、いわゆる製造コストですね製造原価を計算しこれ,これっていうのは製造原価なんですがこれに基づいて取得原価というものを計算してくださいねということ。 まあ要するに製造原価ですねこれを計算してこれで取得原価とすると。でまあそれはいいんですけども問題はこっから先なんです。なおこっから先が会計学の世界では問題になるわけですね。ここまでは別に問題にならないです。論点にならならいですねでここから先なんですがなお建設に要するカリレーション利子これはいいですかこの辺は。 かっこで空欄で入る可能あの結局この借入れ資本利子ということで例えば銀行からお金を借りて利子を払うということなんですがそういう意味なんですけどねあのこの表現で覚えないとダメですからここは多分別空欄だったら別回認められないですから借、えー、入れ資本利子で正確に覚えてくださいでなお建設に要する建設に要する借入れ資本利子でしかも稼働 前の期間ですね稼働後じゃないですよ稼働後じゃなくて稼働前です稼働前の期間に属するものはこれをこれというのはこのカリリーシオンリーですねこれを首都圏会に参入することができるという容認規定になってるんですね。ですから首都圏会に参入しなければいけないんじゃない,いけないんじゃなくて参入してもいいですよという表現なんですねで問題はこの 仮入れ資本利子なんですでこれの扱い方をめぐって会計学としてはすごく大きな問題があるわけです。でちょっとその人は借入れ資本利子ということで原則は原則は借入れ資本利子とは一般に財務費用です。要するに財務費用というのはお金を調達する資金ですね資金を調達する際に発生する費用みたいな感じです。 ですから今回は自家建設で自分で作るんですが、自分で建物を作る、あるいは自分で機械設備を作るんですが、自分で建物を作るときに銀行からお金を借りている。で、そのときに銀行に利息を払ってるみたいな感じです。その払った利息なんですね。で、これは一般に財務費用として処理をされ、その減価性が否認されるので、原則として取得減価に参入してはならないんだと。まず原則は取得減価に参入してはならない。 ですね、だからちょっと上に戻っちゃいますがだからこの借入れ資本利子ですね借入れ資本利子は今言ったように原則としては原則としては取得限界に参入しないんです参入しないんだけれどもけれども、まあ、この一定の要件ですね一定の要件満たしたものに限って言えば参入してもいいですよと言ってるだけなんですねいいですか原則は原則は <laughs> 取得限界に参入しません でなんで不参入と参入しないんですかと取得原価取得原価に参入しないのかということで何で取得原価に参入しないのかということなんですがこれいくつか論拠があるんですね。でまずということで資産の取得原価というのは取得時におけるその経済的公益を表す価格でなければならないと。 でそののののは当該資資産の取得に充てられた資金の調達原の遺憾でこれは私がちょっと勝手に言ってたんですがこういう表現は別にここまで括弧の中まで詳しく書く必要ないですが自己資金で建物を建てたのか借入資金で建物を建てたかによって取得原価が違うわけないでしょっていうことなんです。この取得原価ですね。まずそこの根拠があるわけなんですね。 ですかちょっとモニター切って書いちゃいますが <coughs> 例えば A という会社が建物を建てましたこれは自分のお金自分の会社のお金自己資金です B という会社が同じような建物を建てたこれは銀行からお金借りてますもちろん利息を払ってますもしその利息をですねその利息を取得原価の中に入れてしまうと 同じ建物ができた時に A という会社は自己資金で作っただから利息なんて発生しないところが B という会社はまあ同じような建物を作ったんですがこれは銀行に利子を払ってるわけですね。とその払った利子が取得原価の中に入ってしまうと同じ建物が出来上がったのに値段が違うということになっちゃうんですよ取得原価が違ってきちゃうんですね。それはおかしいでしょって言ったわけです。おかしいでしょって。だって建物同じ,同じような建物なんだから 同じような建物っていうことは経済的な公益は同じであるはずなんですねだったら建物の取得原価というものも同じでないといけないんだという前提があるわけですだからこっちは自分のお金自分の会社のお金で作っちゃったこっちは銀行から借りて作っちゃった同じ建物が出来上がってるわけだから同じような建物が出来上がってるわけだから値段が違うのはおかしいでしょと ということなんですねだから先ほど銀行に利子を払ってるんですがその銀行に払った利子というのは取得原価に入れちゃうとそういう不具合が生じるので入れちゃダメだって言ってるわけですね。ですから、ね、自己資資金金かかか借入資金かによっってて値段が違うというのはおかしいんだと言ってるわけですねさあなぜかというと取得原価というのは取得時におけるその経済的公益を表してる金額でないとおかしいと。 どれだけ役に立つか建物が例えば建物とか機械設備がどれだけ役に立つかそれを表す金額が取得原価なんだから取得に充てられた資金の調達原泉の移管によってその値段が金額が違ってるはずがないんですよというとだから2つ目の根拠としては借入資金と取得原資産との間の資金的結びつきを特定することが多くの場合困難なケースがあると。 要するに銀行からお金を借りてきたで建物を自分で作ったで利息も払ってるわけですねでそうするとちょっとモニター変えちゃいますが銀行からお金を借りてきたもちろん利息を払いますでその払った利息銀行からお金を借りて利息を払うんですがその銀行とのやり取り資金を借りてきて利息を払うというこのやり取りと一方で建物を作って自分の会社で建物を作ってるわけですね。その建物をを作るとということを つなぎ合わせるということが現実的に非常に難しいケースが出てきちゃうんですよと言ってるわけですねですからまあえー、多くの場合困難であるというまあ、表現使っているんですがまあえー、どれくらいが難しいのかでちょっとあれですが、えー、繰り返しになっちゃいますが銀行からお金を借りて利息を払うわけです 一方で、その、まあ、そのお金は確かに使うんですが、そのお金を使って建物を作るんですが、出来上がった建物との間のつながりというものを特定することが結構難しいケースが現実的にはあるということなんですね。だから、つなげない方がいいって言ってるわけなんですよ。その銀行からお金を借りて利息を払うという、こういうや,やり取りですね銀。銀行との間のやり取りです。これと、まあ、確かにそのお金を使って今建物を作ってるんですが、その建物を作るということは。 切り離して考えるべきなんだとこれをつなげようとすると多くの場合結構難しいケースが現実的に出てきちゃうんですよということなんですね。ということなんで借り入れた資金と建物を作ったという例えば建物とか機械設備を作ったと間で、ね、資金的な結びつきを特定するということが多くの場合困難なケースがあるんだということなんですね。で最後に 銀行にまあ利子を払うということで、銀行に払った利息部分について言うと。普通に考えると、これは財務費用ですよって言うね。で、時の経過に伴って経、経過に従って営業外ですね。これ営業、営業とは違いますからね。営業外なんですが。営業外の費用なんですよと、ね。営業外の費用。ということですね。 ですからあの、ちょっとモニター切り替えちゃいますが銀行に利子を払ってる、利息を払ってるんですが銀行に払った利息っていうのは普通に考えて、これ財務費用なんですよ、財務費用です、会社としては。要するにお金を借りてきた、まあ、資金を調達するんですが、お金を借りてきた、そのお金を借りるという資金を調達する、これに伴って発生する費用なんだから、これ当然、財務費用で、これ営業外の活動ですから、営業外費用になるんですね。これが普通と考え方なんです ところがなんでこのケースはじゃあその借入れ資本利子ですね借入れ資本利子をなんで取得原価の中に入れてもいいなんていう話になっちゃってるんですかとおかしいでしょって言ってるわけですね。ですからその借入れ資本利子まあ銀行に払う利息みたいなものなんですがその銀行に払う利息っていうのは取得原価の中に入れちゃダメなんですよっていうですね。ところがえちょっと戻っちゃいますが。 まあ原則は確かそう原則的にはそうなんですけれども制度規定制度規定を改めて読み直すとなおということで建設に要する借り入れ証人税稼働前の期間に属しているものについて言うと取得原価の中に参入することができるじゃあなんで取得原価の中に参入することができるなんて言ってるのかということで、えー、ちょっと次のページになりますかね。 例外的に認められるんですが、えー、改めてこの2つの要件を満たすと、えーね、取得権額の中に参入することができるわけですね。それはまず先ほどちょっと触れたように建設に要する利子だとでその仮レれしオン利子その利子が稼働前の期間に属していると。 でこの,、まあ、なんていうの2つの要件というかこの要件をまあ同時にですね同時に満たすものについて言うとこれは取得原価の中に参入してもいいわけです認められてます制度上は。でなんで認められるんですかってさっきのページでやったようにそもそもこの仮入れしオン利子ですね仮入れオン利子ねそもそも仮入れしオン利子っていうのは財務費用でしょと。 財務費用なんだから本来取得原価の中に参入すべきじゃないですねでもなんでそれが建設に要する借り入れ資本理事でその理事が稼働前の期間に属するとなんでこうなると取得原価の中に参入できるんですかっていうことでそれはもう一言で言うとこれだけです根拠として一言でまとめると <laughs> 費用収益対応の原則があるでしょうと ということですねで費用収益対応の原則っていうものをちょっと振り返ってみるとすなわちということで費用もう一回この費用ですね、まあ、英語で言うとコスト費用ですね費用って何だったのかもう一回改めて確認したんですが費用というのは収益獲得のために経済的な価値を飛翔しちゃってる部分飛翔で使っちゃってる部分ね、経済的な価値がだんだん下が,下がってる部分なんですね。でこれはここです。 収益の獲得収益獲得のための価値秘書経済価値の秘書であるから費用収益対応の原則の観点からすればまだ収益獲得のために使われていない使用されていない稼働前ですね稼働前ということで稼働前の期間の、えーですね、建設資産関連の費用の形状は不合理でしょって言ってるわけですちょっとこれ分かりにくいかもしれませんがですかちょっとモニター切り替えちゃいますがちょっとあまりいい例ではないかもしれませんが あの費用と損失っていううのは会計上違うんですね時々皆さんに言ってるんですが例えばこうやって受験勉強をやると受験勉強をやればいろんなものが犠牲になるわけですね。でいろんなものを犠牲にしてるはずなんですがこの犠牲になった部分は皆さんが合格してその鑑定士として、まあ、と登録ですけどねそうすることで今この犠牲にしている部分って全て費用になるんですよ。ところが合格できなかった場合にはこれはただの損失になってしまいます。今かけていいるこの犠牲文っていうでです、ねで 費用,というのは費用というのは必ず収益というものがあるわけです収益というものがあって皆さんで言うと合格という収益成果があってその成果の獲得のために犠牲になっているものが費用なんですね。だからまずは収益というものがあってこれを獲得するのに犠牲になっちゃったものが費用なんだと。ということはこの2つをつなげるべきだってだから費用収益対応の原則と言われているわけですね。 この2つは対応させるるべきだだと収益を獲得するんだそしてその収益を獲得するために犠牲になったものがあるこの2つをつなげてその差,、まあ、差額で利益を出すというようなものが費用収益対応の原則ということですね。ということは見方を変えれば収益がないのに費用が計上されるということはありえないって話になっちゃうんですよ論理的に考えると。ですか改めて費用です。 費用,費用というのは収益を獲得するために犠牲になっているものが費用でしょ,費用でしょそうすると収益がないのに費用が立つってことはありえないっていう論理になっちゃうんですよ。として考えれば例えば自分で建物を作っちゃったあるいは自分で機械設備を作っちゃったでまだ稼働させてないわけです。 稼働させてないといととうことは収益はないわけです収益がない状態でいきなり財務費用みたいな形でその営業外ですね営業外の活動としてこの財務費用なんていう費用が立つということは不合理だっていう説明になっちゃうんですよ要するに論理的じゃないわけですね。 とというううここななんででれっっててののはどうしても昔から会計学で論点になっちゃうんですこの建設に要するカレリーシオンリレー資本利子ということでその取得原価の中に参入するのか参入しないのかこれで意見が分かれてるんですがどっちの立場に立ってもやっぱりあの欠点があるんですよね。で、えー、こっちの立場に立つ人、えー、参入すべきだということですね。参入すべきだという人たちは費用収益対応の原則というものを考えてみます。 でもしこれをですね参入し、えーえー、参入ですね参入ということで,でそうすると、えー、これですね収益の獲得のために使用されていない稼働前の建設資産関連の費用の計上というのは不合理ですよということですねそこで稼働後の収益に対応させるために一旦借り入れ資本利子というものを当該資産の首都圏からの中に参入させておいて稼働後 の減価償却というものを通じて費用計上を行う必要があるのであるということで例えばこんな感じなんです。建物でも機械設備でも何でもいいんですが例えば固定資産を作ったと。で製造原価10億円かかった。で例えば稼働前ですよ設備の稼働前に支払った利息なんですがこれが1,000万あると。 建設資金を銀行から借りてきてき例えば銀行から建設資金を借りてここで稼働させるこの設備の稼働,稼働前ですね前に払った利息が1,000万あるとで今ここの扱いが問題になってるわけですこの稼働前の期間稼働前の期間ですねでこの1,000万の利息を製造原価に入れるか入れないかで議論が 戦わわされてていいるるという状況になっているわけですねでこの1,000万の利息、まあ、これ借入資本利子という言葉を今回は使うんですがこの借入資本利子ですね支払い利息なんですがこれを価取得玄関の中に入れるか入れないかで入れ,入れるべきだという説はに立つ人たちはことを主張する人たちはここから収益の獲得になるんでしょうそうすると。 この1000万ですね。もし仮にですよ、この1000万、銀行に払った利息だからといって、銀行に払った利息だからといって、ここを先に費用として立ててしまうと、費用の方が先に計上されて、収益の方が後になっちゃいますよっていうことなんですね。これがおかしいって言ってるわけです。この対応関係が。ですから、まだこの状況ですから。稼働前なんで。まだこうなってないわけです。こういう状況。 稼働前ですこの状況で、要するにこの収益がまだないわけですね。収益がないのに、この費用だけが先に計上されるっていうのは、費用収益対応の原則から考えれば不合理だと言ってるわけですね。これを。この1000万。 でこの1,000万円を先に費用として計上するのは不合理ですよとだから収益の獲得に至った状態で減価償却費ということでこうやれば費用と収益が対応するだからこの1,000万円に関して言うと一旦は取得原価の中に入れといて10億円の中に入れといてあとから減価償却費ということで費用を計上すれば収益と費用がうまく期間的に対応する。 そういう意味で費用収益体の原則を考えるとやっぱり取得原価の中に参入すべきだってことになっちゃうんですね。ところがちょっと戻っちゃいますがはい。 とところが原則としては入れてないんですねなんで,で,で入れないかって、まあ、いくつか論拠があったんですがその中の一つに例えば A という会社は自分のお金で建物を建てたところが B という会社は、えー、銀行からお金を借りて建物を建てたもちろん利息を払うでこれが同じような建物が出来上がった時に値段が違うのはおかしいっていうことになってたんですよ。 そういうことで相手の方は取得原価の中に参入すべきではないんだということだぜ、ねまあ、他にもいくつか、えー、根拠がありますけどねただ、はい、取得原価の中に参入すべきだと言ってる人たちは費用収益対応原則を考えているとでそうすると例えば具体的にどういう違いが出てくるかというと例えば借入れ資本利子待ち合い利息を原価の中に不参入する場合と不参入の場合には固定産の取得原価は10億円これは 支払い利息は含めないと。で支払い利息の部分は1,000万ということで財務費を扱う。でこうやって分けて計上するでこれが原則なんです原則は不参入なんですね。 ただ例外的に参入するというケースもあるで参入させてしまう10億に1,000万足しますんで固定差の取得原価は10億に1,000万円この2つを足してこうなりますよという10億1,000万円ですねただ繰り返しになっちゃいますがこのやり方これが例外ですね例外として認められるんですがこのやり方を否定する人たちがいるんですよ駄目だとこのやり方何でダメかというと借入資本利子を取得原価の中に参入してしまうと。 ね、この1,000万分だけ値段が高くなる取得円が高くな取得円価がこの1,000万分だけ金,金額が高くなっちゃうんですが先ほど言ったように自分のお金で建てた場合自分のお金で建てたケースとそれから、えー、銀行から借りてきたケースで1,000万の違いが出てきちゃうんですね。 でそれはおかしいっって言ったわけです同じ建物ができるんだったらあるいは同じ機械設備ができるんだったらここの1,000万を入れちゃうと値段が違っちゃいますよということなんで金額ですね、まあ、取得限界が違っちゃうのでそれはおかしいでしょって言ってここの1,000万円は入れないだからやっぱりこっちの方がいいでしょって言ってるわけですね。ただこっちの人たちに対してこ,この参入する側からやっぱり批判がされていて。 ただもしこういうふうにやってしまうとこの支払い息が財務費用なんですがこれが収益が獲得されていないのに費用が先に計上されちゃうんですよいいんですかという形でこっちの立場から批判さしてるんですよ。ですから借入資本利子を参入すべきだという人たちはここを問題にしてるわけでねこの財務費用を問題にしていて財務費用として1,000万円計上するんですがこれまだ収益の獲得状態になってないわけです。 収益の獲得状態になってないのになんでいきなり費用が立つんですかとおかしいでしょっていう形でこの利子を参入する側から見ると不参入の方に対して批判しているということですね。ですからどちらの側に立ってもやっぱりちょっとこうなんていう、ね、弱点というかこう批判される点ってあるんですよね。だからなかなかどっちかにこう統一できないのでだから結局両方認めてるんですよね。ですから原則としては取得委員会で参入しないんですけどね。 ただ例外としては取得因果で参入することができるという扱いになってますんでねまあだから結局原則とまあ例外まあ両方あってまあ両方とも結局まあ一応制度上はどちらを使ってもいいとまあいうことになるわけですね、はい、えでは前半最後なんですが次のページですけどねこれまあや,やらなくていいんですが参考ということでえ一応今年ということですが今年の問題ですねえ第1問目問題の1番のえー ね、まん問題1ですね。問題1の過去3ですね。過去3の、まあ、計算なんですが、まあ、やらなくていいですよ、別に。やる必要ないんですが、えー、問題文、問題1ですね。問題1の過去3なんですが、過去3の計算問題について、えーまあ、200%定率法ということで、どんな計算になるかということで、これ、問題の抜粋です、えー。問題ということで。 3月決算の企業で2 0二2年二0二十八年ですか4月1日に事務用品100万円で4月1日ね四月一日に買ってきたと。ということは3月決算ですから4月1日ということは期首ということだね要するにスタートの段階で3月決算で4月1日っていうことはスタートスタートの段階で事務用品の備品100万円これ固定資産になります。でこれ対応のやつ5年なんですね。 でこれをを定率法で却をしているそうすると3年目の減価償却費はいくらですかということを計算しなさいという問題ですね。でそもそも200%定率法ということなんですが回答例ということであの200%定率法というのは定額法を使ったと想定した時の200%つまり200%の償却率つまりは2倍で償却を行うということを意味するんですよ。 だから簿記なんかをやっていて知ってる人はまあ計算できたのかなと思いますが定額法の2倍で計算するんです。2倍の率,率ですね。で今回は対応年数5年ですよね。対応年数5年ということはもしですよもし定額法を使っちゃえば5年ですから年間,年間の償却は簡単に言うと5年で割っちゃいますから5分の1ずつ原価償却を計上するってことになっちゃうんですよ。5年間対応年数5年ですね。年年数5で もしですよ定額法を使うんだったら5分の1ずつ5年間にわたって焼却するはずなんで5分の1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 でね。でこれを5年間まあ定額法だったらですよ定額法だったらそうやって焼却。で5分の1っていうのは小数でいうと0.2なんですね。でこれの2倍なんです。だから0.4で焼却をするということなんですね200。200%で成立するというのはこの2倍にするんです零0.4で。 だから1年目の減価償却費は100万円に対して40この0.4で償却しますので40万円。と2年目はといったら100万円からこの1年目の40万円を引いて60万円ですねこれにまた40%かけるから24万円。で今回は3年目なんで100万円から1年目の40万円ですから2年目の24万円この2つを引いてこれにやっぱり40%かけ算するんで14.4つまり14万4千円ということでこれが答えになるということですね。 はい、ということで、まあ、まあ計算するとそういうことなんですがあのだから知ってればできますよもちろん知ってればできるんですけどもこの結果論ですあのもちろん200%定率を最初から予想してればですよこれはでき,るできますけどねでもこんなのが出るなんて思ってないですからですから予想していなければ当然これはできないということになってしまうのでいいです別に計算問題は。で まあ一応来年の話をしてしまいますけどね来年ということで2021年ですね来年も計算問題出る可能性結構高いと思ってはいます正直ただ、えーまあ、直前のオプションとかで、ねまあ、多少は計算を触れるかもしれませんけれども、まあ、正直計算については繰り返しになっちゃいますが別にできなくてもまあ問題ないと思います少なくとも計算ができなかったから落ちたってことは多分ないはずなんですよね だからもちろんできるように越したことはないですよもちろんできるように越したことはないんですけれどもあの別にできなかったからと,といって落ちるっていうことではないあの計算問題がもしできればその部分若干プラスでこうアドバンテージにはなるだろうなという感じはしますそれはもちろんできた方がそれはいいですけどねできないよりはただ別にそんなにまあ具体的にな何点ぐらいって言われてもちょっと配点とか全然教えてくれないのでねからないですが 計算ができるということは私はほとんどアドバンテージにならないと思ってるんですよ。鑑定士の受験生に対してですね。ですからまああまり練習しなくてもいいと思います。まあもちろんで,できるに越したことはないんで、あの別に簿記の,の問題集とか買ってきて、まあ、やってもらってもいいですけどね。ただ、どれが出るか分かりませんからね。最初から200%定率法が出ると分かっているんだったら、それは200%定率をずっと練習すればいいですけどね。どれが出るか分からないので。 非非常にに効率なな勉強になりますからそれよりもその簿記の,の勉強ですね、まあ、無駄になることはないんですけれども簿記の勉強をやってる時間があるんだったら一つでも多くの定義言葉の意味これを正確に覚えておいた方が、えー、合格への、えーまあ、近道というか、まあ、そういうものにはなるのかなと思いますのでね計算ではなくて、えー、定義ですね定義を正確に覚えるということの方が 大事だと思いますので、そういうスタンスで今後も勉強続けていただければと思います。はい。ということで一旦前半についてはここまでにしたいと思います。でまた10分休憩挟んで1時間で答案練習をやっていただいて、で今日最後ですね。まあ、約20分になりますが、この後半のところで解説を行な、改めて解説の方を行っていきたいと思います。ということでちょっと一旦ここで前半終了ということで休憩に入りたいと思います。